ウソもオカリンです。本日もカラースプラッシュ続きやっていきたいと思います。前回でねだいぶこの汽車ポッポが進んできまして、おそらく、ようやく乗客の皆様をレストランオランジーノへ招けるということでねやっていきたいと思います。いやもう花粉がすごくてくしゃみがすごいんですよ。私レストランオランジーノ、はい、なのでちょっとね鼻の薬とかさしてねこうなんとか録画できるようにしております。はい、記者届いてますね。ここにおなじみミルテツです。今日も機関車を見ています。あーなるほど、ミルテツ、トリテツ、ノリテツ、オトテツっていろいろありますけどね、すごい種類があるみたいですね。あれもあ、マリオさん、エンジニアリングではお世話になりました。てかなんか今日俺めっちゃ鼻声じゃない？そんなことない？なんか自分で喋ってて俺の声こんなんやったかなと思ってるんやけどさ、明らかに俺の声が違うんやけど、自分で気づけるってことはこれみんなからしたら全然違うんじゃない？はい、満面の笑みで美味しい料理を堪能されていることでしょう。それはフラグやな。いやーよかったよかった、絶対みんな怒ってるわ。ほら怒、ほら怒ってる。料理が出てこないよ、お腹すいたよ。わあお腹すいたぞ。汽車で散々待たされて、ここでもまた待たされて、わあどうなってるの？文句多いのこいつら。汽車の時もそうやったけど、そうだそうだ、早く料理を出して、そうだそうだ、早く料理出して、そうだそうだ、早く、そうだそうだ、そうだ、いやそうだそうだ、全員同じこと言いますね。んで確か厨房がこちらなので、私お手伝いしましょうか。私も汽車も直せるし、料理も作れるし、世界も救える、何でもできます。私は世界のお母さんです。よろしくお願いします。はい、料理を作る人がいないとか、そんなことないでしょ。いえいえそんなことは、当店のシェフ以外にもコックが数名おりますが、こちらの団体様以外にも別のお客様が来店されたので、そちらの対応で忙しいのかも。あー、そちらの対応で忙しい。え、ここ以外にもなんかあんの？他にも席が。ペンキスターにはあんまり関係なさそうだけど、見捨てるわけにもいかないよね。はい、では行きましょう。様子見チェック。はい、ん？なんか兵をつまみ食いしてるよ。こら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 、玉ねぎとか身にしみるよ。ご覧の通りキッチンがドタドタのバタバタです。こんな中では団体のお客様の料理なんて作れません。全ての兵法を蹴散らしてください。なんと、あ、これ絞れんじゃんこれ。え、違う、この包丁。あ、でもワンパンで仕留められるからバトルはせんくて良さそう。お、お前焼いたのか、お前ここで。お、吹っ飛んでいった。かわいい。お前何してんねんここで。それ楽しそうやな自分な。あ、それかわいいよ。ちょ、置いといてあげよう。彼は最後まで楽しませてあげよう。いや、大事な食材を兵法につまみ食いされた。玉ねぎ好きなんかな。玉ねぎ置いといたら寄ってくんのかな。ほんでこん中にもいるはず。出た、うわ。なんかフォーク刺さってる。へえ、危ない。ほんでこれなんか死んでるんやけど、これ、え、これ違うの？え、これ誰？話す。他のコックも助けてください。はい、で残りこれだけかな。これ楽しそうやな。もう最後多分冷蔵庫な気がする。はい、お、凍ってる、凍ってた。でこれ欲しいんやけど俺。ずいぶん大きな氷だね。何かが氷漬けになってるよ。あれ？てか他にいんの？まだ。なんか火が欲しいんやけど俺。あ、これか、水遁の術してやがる。マリオさんありがとうございます。すべての兵法がいなくなったようです。助かりました。はいはい、いえいえ。あ、いたたたたた、大丈夫ですかコック長。マリオさん、キッチンのドタドタでバタバタを収めていただきありがとう。私はこのレストランオランジーヌの料理すべてを、料理すべての最高責任者であるシェフを務めているのですが、あ、腕が折れちゃった。
今のドタバタでドタドタのバタバタでボコボコにされ全治2週間の怪我を負ってしまった。自分でわかるもんなんやそれって。医者に見てもらわんでもわかんねえや。うわあ、ここ、ああ、骨折れてしまった。これはおよそ全治1週間。まあそれはさておき、このままでは団体のお客様に料理をお出しすることができない。そこでマリオさん、あなたの腰の入ったスイングと体のバネを見込んで頼みがある。怪我を負った私の代わりに料理を作ってもらえないだろうか。いや、まあいくら世界のお母さんといえどもね、あなたの仕事を奪うわけには。はい、しょんぼりショック。ああ、うちのコックも全員しょんぼりショックになっている。これ流行るな。しょんぼりショック流行らせようぜな。しょんぼりショック。世界のお母さん頑張ります。では早速本日予定しているメニューだが、みんなの大好きなピザだ。マリオさんが作るマンマミーヤピザだな。まずは焼く前の仕込み。これには3つの工程が必要だ。その1。あ、これ生地やったん。ずっと玉ねぎやと思っててんけど、あの兵法生地生で食うとったんけ。はあ、ずいぶん変色ですね。トッピングに使う玉ねぎをいい感じにスライススライス。そして玉ねぎとその他のトッピングをいい感じに炒める。はい、具材玉ねぎだけですか。その3つを仕込みをこなし、この釜でいい感じに焼けばピザの完成だ。失敗してもやり直しはできるが、材料は無駄になるので気をつけてくれ。わかりました。どうやってピザ作んねやろう、楽しみ。これ俺 やったらいいのかな。ピザの生地伸ばし始めますか。お、なんかミニゲーム的なのが始まる予感。私はコックではありませんが、お役に立つ時が来るはずです。はあ、マリオさんの料理を見て勉強させてもらいます。勉強になるかな、大丈夫かな。まあ、いきますか。はい、 A でハンマーを振り5回以内にエクセレントを出して伸ばしてください。いや俺エクセレント、ハンマーのエクセレントマジで苦手やねんな。見られてる、見られたら緊張すんねんで。マリオもだ、人間やねんから。はい、あーくそ、はい、いやーくそ、グレートしか出えへん。はい、じゃ遅めやねん、もうちょっと遅めやねん。はい、ナイスになっちゃったよ。はい、いやー難しい。無駄になっちゃったよ材料が。まあこねればこねるほど美味しくなりそうやしさ、いいんじゃない。うん、バトルと一緒でも言われてもさ、俺バトルでもエクセレント出えへんでは。あ、ピザ生地なら私がお売りしますよ。マジか、金取られんのか、やばいな、これ早決着つけやな、まずくね。はじめ、結構遅めやね。はい、いやー、ここ、オッケー出た、ナイス、うるれ、おお、綺麗に伸びた。すでにカットの何その線も入ってる、すごいね、いい感じに大成功です。続いてこっちか。腰の入ったスイングは生地伸ばし、体のバネは玉ねぎスライスに向いているとシェフは見抜いたんです。ほう、始めましょう。これはジャンプかな。じゃあ続けて20回成功。まあジャンプは私得意中の得意分野ですから、まあまあ問題なくそつなくこなせるでしょう。あれ、マリオさん、そういう振りはいいんですよ。マリオさん、真剣にやろうか。あ、初回は無料やって、あぶね、全部1回目はただやってよ、優しいな。よし、真剣に行くぞ。包丁を踏むねな、包丁を踏む。はい、はい、2、3、4、みじん切り、みじん切りならマリオにお任せあれ。はい、もう1回、ラスト。なんで、まずい、闇商人が来る。1個10円か、あ、安いな。あー、直売所かもしらんね、めっちゃ安いわ、よかった。
主婦の味方やな。ほんなら言います。はい、2、3、4、みじん切り。はい、みじん切り。細かくするよ、みじん切り。てかピザでみじん切りしたらあかんなピザでみじん切りは違うわ。ていうかピザに玉ねぎって入ってるか。え、入ってる？ピザに玉ねぎってあんま見たことないんやけど。え、3つもある。人参とピーマンと玉ねぎ。炒め始めて白い煙が出たらすぐにフライパンを叩いてひっくり返してください。20秒間焦がさずに炒め続けることができれば成功です。はい、だから煙出たらひっくり返すってことやろ。まず、ああ、いいねいいね。あ、すげえすげえ、めっちゃジュージュー言うてる。これこれこれ、はい、楽しいこれ。おー、すげえすげえすげえ、炒めてる感すごい俺。えいえいえい、ちょっと無駄にいつもより呼ぶ。え、焦げた。え、玉ねぎをスライスしてまた挑戦してください。何を舐めたこと言うてんのお前。またやらなあかんのかこれ。いつもよりいい玉ねぎが入ってますよ。少し切れてる玉ねぎ。なんでブチ切れてんねん玉ねぎが。玉ねぎの分際でブチ切れやがって。なんで怒ってんねん。お、マリオ怒るぞ。マリオ怒ってるでー。行くでー。この包丁がお前らに向かわんよう気をつけるこった。あまり舐めた口を叩くとこの包丁がお前たちマッシュルームをみじん切りにするぞ。ふらふらふら、あれどやどや、包丁で遊ぶのはマリオだけよ。しゃあ、よし、今度こそ成功させる。てかさっき5ってカウントが出てたけどさ、あんだけやって5秒なん。なんだ、俺の世界線のさ1秒とこのキノピオたちの1秒めっちゃ遅いんじゃん。ちゃうか。でさっきので5秒やったらだいぶ長いんやけど。手前、あ、違う、読みが外れた。はい、ほんで次手前、はい、次奥。え、え、手前、手前まだジュージュー言うてますやん。危ない危ない。はい、4、3、はいはいはい、あー、オッケー。危ない、なんかピーマン色変わってんけど大丈夫。針金みたいになってんけど、まあええか。いい感じに大成功です。はい、なんか材料がカレーみたいなんですが、いい感じの生地のトッピングが用意できたようだね。いや、これ失敗したらまた一からちゃうの。勘弁してや。お、いいね、様になってんねマリオ。ピザを釜に入れ待つこと10秒。いい感じに焼く秘訣だ。なるほど、俺10秒の完璧な数え方をテレビで見ましたので、それをここで実践したいと思います。なるほど、任せてください。これはね、1,2,3 じゃなくて101,102って数えるとぴったり10秒になるらしいんですよ。いきましょう、いきます。101,102,103,104,105,106,107,108,109,110。ほらどうだ、もうゴールデン、ゴールデンピザよ。なんか記録出えへんのな。記録教えてほしいんやけど俺。記録教えてやなあ。 9.899 とかさ、なんか盛り上がりに欠けるやん。そんな、なんぼからなんぼまで成功なんこれ。もう 10.00 ってことでいい俺この記録。あかん、 10.00 じゃないとピザ焼けませんでしたとか言う。てかこれ欲しいんやけど俺なあ。絶対これいると思うんやけど俺、ボス戦でどうにかならんのか。火、何か火ないの。これ開けて、あ、なんか出る。なるほど、いやこれごめんやけどこれボスでいるわ間違いなく。うん、これは 100% ボスで使う。ほんで火なんやけど、ここファイヤーハンマーなのかそれとも普通のファイヤーフラワーでいいのか、どっちだろう。ファイヤーフラワー入れてみます。違うのか。あ、ファイヤーフラワーじゃない。
なんやろう、ファイヤーフラワーじゃないのか。じゃあファイヤーハンマーかな。ちょっとファイヤーハンマーまだ後で買って持っていきたいと思います。今お客様に料理をお出ししたところです。なんかピザ食べたなって言ったな。なあ、食べたなるよな。お召し上がりください。わ、食べ方が犬や。皆様お味の方はいかがでしょうか。マリオシェフ頑張りましたよ。なんで料理は失敗ですね。すぐに作り直しよ。なんで、めちゃめちゃ光ってましたよ。ピザめっちゃ光ってましたけど、焼きすぎだよ。焦げ焦げ、あれめちゃめちゃうまそうな感じで出来上がりましたけど、嘘やん。私が怪我さえ負わなければもう一度料理を作ってくれないか。マジで言うてんか。おいおいおい、また一からかよ。ナイスな生地買っちゃおう。やっぱ素材はいいものを使わないと。あ、そういうことか。じゃあここだけナイスでいくわ俺。とにかく上級な素材を使いたいと思います。高級な生地です、これは。えい、はい、オッケー。ほぼ切れてる玉ねぎ、もうブチ切れ寸前ってことか。みじんぎり、オッケー。あ、炒めんのは20秒固定や。マジか。これだけなんか簡単なモードないんやけど。ちょっとこれだけ鬼畜やね。あらかじめひっくり返すとかそういうの関係ないんかな。やっぱテレビ当てにならんわ。自分を信じます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ほら、もう輝いてる輝いてる。今回も輝いております。お願いします。さあ皆さんご賞味ください。マリオのマンマミーヤペット。はい、さあどうだ、お味の方はいかがでしょうか。お願いします。うぃー、おいしい。よかった、やっぱ俺やな。ブラボー最高だよマリオさん。あれ、なんかピンピンなってません？治ってますやん。つまみ食いしてみたんだが、まさにまんまみやな美味しさ。あまりの美味しさに2週間の怪我など治ってしまったよ。マジかよ、万能薬。お一つどうだい？おう、じゃあもらおうかな、つまみ食い。あ、美味しい、美味しいねこれ。おお、このピザ美味しいね。おお、美味しい。あ、お客様もニコニコ笑顔で喜んでくださっている。ありがとうマリオさん。ママミアピザの美味しさはみんなを元気にするんだな。そうだね、さすが私。なあ、いつまで待たせるの？おいら腹減ってるんだけど。なんかこれ7人衆じゃね？ちゃうか？おいらって言うてるで。だってマリオさん、決めの料理は素晴らしい。もはや凄腕シェフの領域だ。こちらにいる味にうるさいグルメなビップを満足させられる料理も作れるはず。あ、もう一回作らなあかんのか。誰やろ、入れんのかな。作りに行かれますか。はあ、まあまあ別の料理なんのかな。わあ、なんだこれ。全治2週間。ああ、よくやった。それじゃあ早く香りのコックに料理を作るよう言っちゃって。なになに、早速新しい凄腕のシェフがやってきたって？それは期待できそうだな。お腹と甲羅がくっついちゃうよ。ほら、もう7人衆やん、甲羅って。カーテン越しにお話ください。俺こんなん見たことないんやけど。なんかぽいよな、なんか海外っぽいよな、カーテン越しにお話して。はい、ミスターマンマリーよ、凄腕、世界のママと呼ばれてます。はい、何？ああ、すごい、お肉。うわ、生肉です。生肉で、敵？敵や。
マリオがもう驚いてる。え、あ、え、あ、ん？ここでだからファイヤーとかファイヤーハンマーがいるってことじゃないの？今あいつまずはだから普通の肉やと思って接してあげよう。だからまずは叩いて、あの生地を伸ばす、生地じゃないわ、叩いてお肉をまず柔らかくする。 そして第二工程であのフォークで穴を開けて火の通りを良くする。うん。そして最後もう一回叩いてうまいことをおいしくする。はい、どうだ。さあこれで下準備は完璧です。え、攻撃してくんねんけど。なんだこいつ、肉の分際で。え、体力減ってる気はせえへんだよな。あ、わかった。ここであれや、あの海賊が持ってたバーベキューコンロ、あれを使うんや。あと2ターンって書いてる上に。うわ、絶対そうや。うわー、ほんで今ファイヤーフラワー系も全くないんで、これ多分もうどうしようもないという感じですね。肉バトル終了、強制終了入りました。生肉でご提出やで。生肉食うとけお前は。何これ、生や、生肉だよ、おいら獣じゃないんだよ。あかんかった、あーあかんかったな。なかなか味にうるさいだろ、食べてすらないけどな。うん。ここにいるお客様たちの意見を参考にしてみたらどうだろう。あ、だからレモンとかそれ食べ物系のアイテムもあったから、いろいろやるんじゃない。あるわ。あったわ普通に。バーベキューコーンの300コインです。はい、ありがとうございます。なるほどね、俺の予想は正しかったというわけだ。はい、まあこんなもんかな。この2つを使えば問題なさそうだな。はい、お肉はいきなり焼いたらダメです。下ごしらえですね、叩いて柔らかくします。あ、やっぱりだから合ってるんや俺。下ごしらえを終わらせてから味付けすると馴染んで美味しくなりますよ。なるほどね、まんべんなく焼くのが美味しさの秘訣。同じくらいのファイヤーボールをぶつけます。え、なんか難しない？直立したままだと下ごしらえが足りないですよ。半分くらいうなだれるのがベストの柔らかさ。微妙な火加減が難しいんです。一発でベストに焼き上がる専用の道具があるらしいですよ。あ、だからあのバーベキューコンロか。あー、なるほど。だからファイヤーボールはいらんってことやな。最後の仕上げで果汁。はあ、なるほどね。スピードが大事、3段以内が勝負です。はいはいはい。味付けの王道は塩と胡椒。え、塩と胡椒、そんなもんあったか、どっか。せやね、味付けレモンが最後やとしたら、その叩いてからの味付けがないのよ。なんかないか。どっかに塩コショウがねあるんじゃないかな。それとも俺どっかで見逃してきたか。ほんで塩コショウがどっかにあるんじゃないかなっていう、その予想。3つ。3つって何、そんなに俺下ごしらえせなあかんの。煙に守られた裏の部屋、白と黒の粉を降らせるもの。ああ、だからお宝島や。お宝島の裏に黒胡椒と塩があるんや。青い洞窟の坂道をコロコロ転がる黄色い果物。あ、これはレモンやな。レモンは持ってるわ。底なしの箱で落ちた下、上手に焼ける黒いもの。あ、これはバーベキューコンロや。あ、なるほど、持ってるやつも出んのか。だからとりあえず今日はその塩胡椒だけ取って終わりにしようかな。再び来ました、お宝島、ヤホーヤホーラパパパラヤホー。さあ、ほんで裏の部屋って言ってたから、裏世界の方にあるんじゃないかなという予想でございます。はい、ほんで釣り竿なんやけどさ、これ裏世界やったら釣りできるとか、まあ、そういうわけではないか。そもそも水がなかったな。
やばい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 。いやもうテレサが多いね。色抜けを直している暇はねえ。よいしょ。いやーまたこっちに帰ってくるとはな。この雰囲気俺マジで嫌やねんけど。行った。ほんで確かここですね。煙の裏の部屋なんで。あった。そうか、こっち来てなかったか、俺。なるほどね。そうか、煙を直したん下の階やから、上は来てなかったわ、俺。よいしょ、オッケー。塩コショウをゲット。さあ、と言いますことで、お肉の道具はこれで揃ったということで、今回はこの辺にしたいと思います。というわけで次回はお肉を調理するところからねやっていきたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイビー。